株式会社ヘリオスは iPS 細胞を用いた細胞医薬品の開発を世界で初めて実現しようとしている注目のバイオベンチャー企業です。同社の鍵本社長は過去にも眼科手術の際に用いる染色液の分野で世界のデファクトスタンダードを作った実績があります。鍵本社長は九州大学の医学部出身、大半の研修生が医師を目指す中、なぜ異例の起業という道を選んだのでしょうか。株式会社ヘリオスさんというですね、はい、この大学初バイオベンチャー、うん、医学部初のベンチャーとして、はい、うん、日本で初めてその製品化に成功した、はい、バイオベンチャーだというふうに伺っています、はいはい、でその今その注目の iPS 細胞を、うん、はい、使った、製品開発に挑んでいらっしゃる、はい、まず鍵本社長、この、はい、株式会社ヘリオスさんの現在の会社の概要とビジネスモデルについて聞かせていただけますか。うん、はい、わかりました。まあ、株式会社ヘリオスの方はですね、今共同研究先であります理化学研究所が、世界で初めて iPS 細胞からそして最終製品というものを作りまして、うん、で株式会社ヘリオス自身はですね、うん、この iPS 細胞技術を患者さんに届けるため、そして世界のデファクトスタンダードに持っていくために2011年に創業されまして、はい、そして昨年株式公開を果たしまして、東京証券取引所、はい、マザーズ市場にですね、株式公開を果たしたような状況になっております。なるほど、はい、まだ製品は市場まだ出てないんですか。まだ出てないですね。これから臨床治験ですね、を計画しておりまして、さまざまな準備をしているところでございます。なるほど、はい、でもそのいわゆる iPS 細胞がを使った製品が世に出ていく、はい、そのポテンシャルとしての期待値上場みたいな部分がやっぱあるんでしょうか。そうですね、うん、いわゆるバイオベンチャーというものは、はい、ある程度の、製品の POC というふうに言いますが、患者さんにおいて効くのかどうかが分かった時点、その時点での株式公開というものが有されております。それはどうしても製品開発から商品化まで時間がかかりますので、はい、その間で、資金を資金需要が増えますので、はい、これを株式上で調達すると、そういったタイミングでの上場になっております。やっぱ開発に一番お金がかかるということですか。そうですね、いわゆる臨床治験ですね。臨床治験、はい、鍵本社長の一つ前の、ベンチャー企業時代には、はい、その世界のデファクトスタンダード、眼科治療におけるデファクトスタンダードを作られた、はい、その話も少し教えてください。そうですね、はい。